はい。補佐官、明け星砲の審議記録を。こちらです、閣下。補佐官、黒部湾の配備資料を。ゆっくりでいいわ。あ、ありました。これです。補佐官、この部分についてはどこからデータを集めてきたの？海軍省です。昨年12月から今年6月までのデータです。7月以降については？こちらですが、総務省の統計処理がまだなので正確な数値とは言えません。なるほど、ありがとう。大統領。ご判断を。防衛大臣の提案を却下します。なぜ？世論や選挙戦など大国に勝てば結果はついてくるはずだ。問題はそこではないわ。却下の主な理由は本作戦案にいくつもの不備があるからよ。起点となる黒部湾の防衛には不安が多く、兵站拠点としての機能を期待できない。遠征に際して補給を軽視することはありえない。それは本作戦の基幹となる長田の備蓄で賄える。長田の出馬が大前提なのね。もちろん、確かに黒部湾は兵站拠点として期待できない。だからこそ長田の豊富な積載量に期待するしかない。作戦期間中、長田管内の民間人はどうするの？軽井沢に一時退官させる。暫定首都に長田管内の民間人も残し、大国本土へ全兵力を遠征、共闘歩となって作戦を展開する。その間、国土に残した民間人や避難民を誰が守るというの？それは地上部隊をいくつか残しておけば、第一次解放戦争の時もそれで。大国は航空兵器も投入しているのよ。全兵力が遠征しているうちに、それこそ今朝のように強襲を仕掛けられれば、我が国は再び大国の侵略下に置かれるわ。いや、1年前とは状況が異なるのよ、防衛大臣。この1年で我々を頼って他国から戻ってきた民間人は2万人以上。我々は攻めることと同様程度、守ることに意識を傾ける必要があるのだから。わかりました。省内で修正後再提出します。かぐや、必要なデータがあったら言ってね。用意するから。すまない、助かる。では次、法務大臣から。はい、私からは学校内での刑法適用について起案したい法案があります。わかりました。検討しましょう。では次の案件に。外務大臣。私からは
西ヨーロッパ方面の外交事案の報告をさせていただきます。まずはローマ連邦の動静です。次はこれにて終了します。では私は省に戻って修正案をまとめる。かぐや、剣道部の試合は明後日でしょ？稽古しなくていいの？相手は普通の高校生だ。1割程度の力でやるくらいでちょうどいい。ほんと、ほどほどにお願いしますよ。かぐやはこの前の剣道総体で5人も病院送りにしてるんですから。いくらスポーツとはいえ、防衛大臣が国民に怪我をさせるなんてシャレになれませんよ。あれは相手が強豪だったからついついな。ほんとすまないことをした。とにかく今の私が本気で打ち破る相手は岩国職長や左近田前首相だ。明け星法をいかにして可決させるか、それが問題だ。正面突破はどうやら困難みたいだしな。太平党はともかく、左近田派の抵抗が厄介ね。議会工作でもする？反対派を、そうだな、文化財に招待して接待付けにしちゃうとか。接待付け？お酒とかお食事とかを振る舞うってこと？だけじゃないんだけどな。チルチルとか意外とマニアックな層に受けるかもよ。あ？何ですかそれは。出席補佐官の意見も聞きたいな、異性としての。自分ですか？どうなのよ。身振り。接待付けとは旧世紀の悪しき習慣ね。今の新日本には不要よ。はいはい、冗談だってば。会議も終わったことですし、お弁当はいかがですか？はい、カイドウさん。あ、どうも。どうぞ召し上がれ。いただきます。うわ、何よこのお好み焼きってのは。なんか変なの入ってる。それはガムですわ。
ソースとマヨネーズが絡んで気持ち悪い。